西暦1863年、文久3年2月5日、小石川の伝通院で集合、浪士組に参加。浪士隊6番隊として、近藤勇ほか司令官の8名が加わる。将軍家、御上洛につき、先へ参って市中を経営するという名義で、2月8日、出発。一同230人、中山道を通り、2月23日、京都へ到着。壬生村に退陣し、八木源之丞邸へ宿割りとなる。入京してすぐ、黒幕の清川八郎が、浪士組の名前で上奏文を出し、功名を報じて、尊王攘夷の首位を遂げたいばかりだと明言。これには朝廷もお困りになったが、驚いた浪士組の者たちが、承知しなかった。けしからん。清川をやっつけてしまえという声が高くなったので、幕府でも持て余し、朝廷と相談の上、生麦事件が、どうなるかもわからぬ。ことによると、イギリスと戦端を開くかもしれぬから、ひとまず帰って江戸にいて、陣中報告したらよかろう、というご沙汰があり。3月3日、浪士隊は、体よく江戸へ追い返されることになった。これに反対し、隊と分離して京都へ残留。清川らが身を引いた後、幕府から任命された、浪士取締頭、鵜殿久翁に訴える。3月12日夜、京都残留浪士13名の、近藤勇、土方歳三、沖田総司、山並圭介、長倉新八、原田佐之助、藤堂平介、井上源三郎、芹沢鴨、新見錦、平山五郎、平間重介、野口健二。さらに、現地参加の斎藤はじめ、佐伯又三郎ほか、総勢24名が、会津藩、お預かりとなる。これを機に、自ら壬生浪士組と名乗る。3月15日、壬生浪士組、京都守護職、松平肥後守お預かりのもと、尊攘派勢力の取り締まり、京都市中の治安維持を任される。8月18日、朝廷内の長州排斥事件に出動。尊攘派、京都から追放される。9月18日、芹沢鴨一派を粛清。9月25日、新選組を拝命。